島田さんが。ドアが違ったい。花巻がある。花巻市は東。23区より広くて、ということで1日目のロビーコンサートが終了しました。いい感じだったんじゃないですか。盛り上がりましたね。盛り上がりましたね。どうでしたか、成田さんと柴田さん。見ててどうでしたか。いや反応、周りのお客さんたちがすごい楽しんでるのが分かって、はい、隣で見てるおばあちゃんなんかももう本当すごい楽しんでる、ね、可愛いおばちゃんがいた。地元さんはたまたま通りかかった人もなんか立ち止まって先輩見てくれてる。あ、マジっすか。そうでしたか。よかったよかった。じゃあ明日もやりがいがあります、ね、頑張りましょう、はい、頑張りましょう。ご覧ください、伝わりますか。雪が降っております。全然伝わらんな。ガリもらえますか。ガリ食べれないんですか。ガリ食べないです。いただき。ガリ横しな。ガリー田中ガリー高井ガリー田中さん、はい、ガリーをよこして、はい、んどんどんきつくなってきますね、11日目になると。まあよこして、はい、どうぞ。筋肉重視って3下げ基本的にはまた基本的には回ってた。回ってました。すごいですよ、壊れてました。本日は滞在整理日でございます。滞在整理日という名の地獄の仕事デイですよ、僕らにとって。ですね。昼は踊って歌って、何の整理やって感じ。でも今から美味しいご飯が食べれる。そうですね、そうですね。そう考えれば頑張るぞ。お疲れ様です。ワークショップ2回目終了。はい、それでは我が家へ。雪です。うまっ。これはこちら除外です。おや、パノにも入ってる。これは避けながら食べます。副市長からパンの差し入れです。なんかここ有名らしいですね、相馬屋のパン。美味しいって。じゃんけんしますか。これは何ですか。ジャムです。あんです。クリームです。じゃんけんします。じゃんけんぽん。はい、これ、はい、これでしょ。はい、パンボケだ。最初はグパンボケだ。最初はグパンボケだ。最初はじゃんけんぽん。よし、お1、2、3。初めてのあれですね。うん、クリームパン。よし、あんパン。容赦ないな。それはもちろん食い物の恨みは。まあ、初めて買ったじゃんけん。まあでも、ジャムも美味しそうです。今日は歌を作るんですよね。そうです、龍華を。龍華ワークショップ、どんなに楽しんで守ってます。はい、参加してください。頑張るぞ。
真差し込んでみて。会津高校の小野寺くんが今日のワークショップを見に来てくれて、しかも岩泉農場、すごい、さすが、彼地元の名産を知ってますね。さすがですね。岩泉の牛乳プリンって、いやこれ島川さん喜ぶぞ。ねえ喜びそう、確かに。じゃあ3つ取ってあげましょう。いや本当に嬉しかった。一応取っとこうかなと思って。頑張りましょう。最後のゲネが終わりまして、はい、残すは明日の本公演です。はい。いけそうじゃないですか。うん、なんか寂しさもあり、終わっちゃうんだっていう気もしてますが、ひとまず明日成功させることを第一に、今日は。ここでゆっくり休みましょう。はい、はい、むずい。え、動画、うん、まあ、明日岩泉高校の、ね、はい、高校生とラストなんですけど、まあ、本番前にね、ちょっとサプライズでお菓子を用意しました、はい、そして棚原画伯の顧問の阿部先生を誠に僭越ながら似てますね。うまいです、うまいです。高校生の反応やいかにというところで、はい、楽しみです。はい、頑張ります。頑張りましょう。はい、うまいです。イエス。チルチルカレッチル。大丈夫、あてはこれを飲みますぜ。はい、たなしは大吟醸のこうでございます。おぉ、森とうとう、次よ次よ。タウタウ。あ、いいぞいいぞ、先やぎやびー。よし、いけいけ。よし、次次。一つと言わず一つでいい。さすがに。あ、ずいずいずい。で、ヌレットさんは何を飲んでるんですか。おがたちん、僕これアピールしてください。すっきわかめのお母さんからもらったワインです。濁りワインって初めて飲みます。